はい、ということで、えー、この間購入したアルファ7 c を使って、えー、一眼カメラでの配信初の一眼カメラ配信です、うん、なんですけどちょっとね、あのー、音だけがまだこれ喉にくっつくからいけないねこれをちょっとガサガサ言いますよごめんなさいね 外向きつけようかブランってなっちゃうけどこの方が安定するからどんな感じ大丈夫黒海さん黒海さんの方がいいのかな <laughs> 大丈夫なんだやっぱりねここの先端が当たってたんだ,だここピンマイクをここへ刺してここへピンマイクちっこり立てれば。 ももっといいのかもしれないけどまあ今日はこれでやりましょう。ロード、はいえー、ということで一眼を使っての配信、あのー。今まで一番ライブやってて映像が一番綺麗だったのはね iPhone だったのよ。で iPhone 1000ぐらいからカメラ機能が素晴らしく上がって12はもっとすごいみたいだけどね iPhone12iPhone12Pro の Max なんていうのはマシンだけで25万とか30万するみたいだけどまあこの iPhone11 の Pro でも相当すごいから、あのー、ライブ配信でもね綺麗な映像で音,音質もいいんだよね iPhone ってで簡単に YouTube がって。 簡単にライブできるから非常にあの重宝するんですけども僕なんかほらね釣り人同士の話をするし情報を発信する側としてあのルアーなんかの、ね、ディティールを見せたい時とかノットの結び目を見せたい時ってやっぱりねうまくいかないのよ焦点距離っていうのがあってそれがこ,うこれだからねほら こんなんんなだもんこれカメラとの距離が今4 5センチだよ。こうやってフックの先っぽだってこう見てもらうことできるよね。これこれがやりたかったね僕。うんこれできてなんぼでしょうとせっかくの映像配信動画配信するんだから。ねっ。<laughs> すっと戻るね。<laughs> すごいすごい。<laughs> うん。<laughs> 仙台小村さん、すごいバッチリいや。で、デジガンすごいですね。そう、すごいですよ。万次さんこんばんは。画質が違うと思えばカメラ新調したんですね。そうそう。あのー、アルファセ C でバリアングルって。 あの要するにモニター画面がねこっち向くから夜ののね動画をを自撮りをする時にあのとにっても便利なのよだから、えーまあ、ミラーレスのコンデジぐらいまでしか手出してなかったんだけどねこれこれは α6000、まあ、っていう機種なんだけどこれ結構出てすぐ買って長いこと使ってたんだけどこれもさモニターが。 自分が、どう映ってるかが見れないんだよね。うん、なんで、結局は。あのー。こっちになかったかな。<laughs> 結局ハンディカムが一番使いやすいよということでまあこれもソニーのね 4K カメラなんですけど FDR の AX55 っていう機種ですもうこれもちょっと古くなっちゃって今また新しいの出ちゃってるけどでも相当使いやすいカメラで僕の お一人でメバルついて、えー、動画撮る時はねほとんどこれで撮ってたんでです、うん、これで撮ってたんだけどねやっぱりあのー、もうち帰って編集して YouTube にアップしてっ,て言ったらねやっぱ画質がいまいちなんだなところが、えー、プロの方が来られて僕の動画撮る時にはすば、まあ、らしい映像綺麗なんだよねまあ当然だよね一眼カメラ使ってんだ。<laughs> 一眼の動画機能を使って撮ってるわけよ、うん、だからもう本当に親指の指紋まで見えちゃうって指紋機あ映ったね指紋うんそれとあのレンズの明るさがね一眼カメラは f 値のすっげえ高いやつとかあるからあそこもいいしあまあ こういうのの良い,いところは、自撮りで自分が見えちゃうよね。んあ、SD カードが入ってない。<laughs> これこれ <laughs>、これが一眼のしかもフルサイズセンサーの、しかもコンパクト、フルサイズのカメラなのに非常にコンパクトなセブ、えー、7C にこういう、まあいわゆるバリアングル、 みたいなモニターがついたからもうこれはチャンスだろうと思って、えー、新発売になる前に予約して購入しました。うん。これで、えー、日頃のねあの日頃の兆候の自撮り動画もねすごく綺麗な映画が撮れてまたより皆さんにね楽しんでいただけるんじゃないかなと。もちろん。 釣れた魚の仏持ち写真なんか撮る時でもね一眼の方がずっとずっとずっといい絵が撮れるのではいちょっと頑張ってみましたでせっかくこのカメ,ラ買ったカメラを買ったんだから動画配信もこれでやろうと思い立っていろいろ今日頑張ってたところです。 今この動画撮るのに僕目の前にマックがあってそのマックの上に照明器具をつけてんだけど部屋を大した光量じゃないから僕たちがロケに行ってまあテレビ局さんだったり DVD の撮影なんかの時に照らされる光量の10分の1ぐらいしかないのね実はこの目の上についてるのは。だって直視できるもん。 僕 DVD なんかで夜メバル釣りを、えー、しててカメラ目線であ喋ってる時って実はね真っ白で何も見えてないんだよ。バカカンってライトが当たってて見えてないけど見えたふりしてやってるだけなのそれぐらい夜ねあの強い照明がいるの。うん、ところがね一眼レフってレンズが明るいからこのちっちゃいライトちょっと部屋消す消してみるね。 このなちちでもかなりいけちゃうんだよねだから2つくらい小さめの照明器具を持っていけばもう全然あのいい絵が撮れるのでもうずっとずっと楽になりますよ多分明るすぎるうんもう一個これぐらいこれぐらいだと頭が真っ黒こんくらい いい感じです。はい、まあ1人で喜んでんだよ。だからちゃんと写ってる。すごいな。<laughs> えー、宮本さん昨夜は楽しかったし、勉強になりました。本当にね。僕も勉強になりましたこんな単位でここがもう少し硬くないといけないから、これぐらいとか言ってたよね。けんさんがね。 <laughs> よくやるわと思ってすごいそれを素直に聞いて一生懸命頑張る工場もすごいよね本当にねびっくりしましたでもあんな努力してさ作ってる竿ってほんと嬉しいよね釣り人としてみた。で実際あ,のある程度経験値があっていろんな竿を使ってきた人間は分かるのよあのフィッシュマンのロッドの凄さが僕もその口なの。 4年前にね赤塚の研さんにちょっとインテ使ってみてくださいっつって送ってきたのよでも海持ってて使ってびっくりしたもんね激震ですよ本当にたまげたなんじゃこりゃって <laughs> やりたいことができちゃうんだよね今までやれなかったことができるという凄さにしびれてまあそこから えー、インクスとフィッシュマンのコラボロットをどうしてももうフィッシュマン工場で、えー、赤塚マジックで <laughs> 作ってもらおうと思って、ね、やってきたんだけどあんなに細かいことまでやってるとはね三股さん僕もね思わなかったよ実際すげえよ <laughs> 大体は聞いてたけど俺は技術の細かいこと知りたいわけじゃないから <laughs>、うん、俺の結論は自分が思うこんな調子の作法があればいいって要するに 完成形があればいいわけですそれをどうやって作ったかまではあのはっっきり言って知らなくてもいいわけよ、ね、知った方がいいかもしれないけど知らなくったって釣りはできるしな納得いくし満足いくから、うんえー、自分が竿作りのプロになろうとは思わないただこの釣りにはこの場面にはこのリグにはこういう竿が必要なんだっていうのは経験値が長い分ね、あのー、分かるので、えー、その 違いすらやっぱり経験踏まないとわからないわけだからやっぱり新しい釣り竿を世に出そうとするとまず入り口に僕みたいな人間が必要なんですよ。でえ僕のイメージを製品化の数値にこう置き換えることができるようなえデザイナーが必要なんですよ。でそのデザイナーがファクトリーつまり工場だったり職人さんを動かすわけですよ。 うん、こういう3段階になってる。でまあ,あるメーカーさんだったらその釣り人であってデザイナーであって、えー、自分でファクトリーも会社に持っててっていう人もいるかもしれないけど少ないよね。<laughs> 工場って基本的に技術者さんだけなので、えー、釣りをしたこともない人ですらさンの工場で技術者として働いてますからねまたそこ別問題ですね。はい、お50人超えました。頑張れーもっと増えろー うん。ツイッターで案内してると思うんだけどなもう一回ちょっとツイッターチェックしてみますねうん「ツイッターのプロファイルの告知」うん あれ告知してないなばかななんであらツイッターで告知したつもりが入って…入ってないおかしいね…書いたつもりだったのにな えー、ごめんなさいねじゃあ皆さんちょっと。 邪魔して見えねえよよっコピーコピーして貼り付けてツイートだかなうんきました <laughs> お待たせしましたえー、っと 三橋橋さささん、松橋さんん松ごめんなさい。<laughs> 告知なかったですね鈴木さんね今告知しましただから集まり悪いんだすみませんほんとごめんなさい <laughs> あチャンネル登録してる方だけだよねだから多分今見に来てるのはね「うん関善さん最近のカメラすごいですね」って「いやー頑張って買っちゃったよ高かったよ」 アルフ α7 しうんでもまあこれがねまたあの皆さんが楽しんでもらえる大きな武器になるわけですからちょっとね僕も頑張りましたはいはいということで、えー、何分喋ったのかなまだ30分いってないねもうちょい待ちましょうねうんえっと準備だけ一ときね ペケ4とペケ8は持ってますね。あと何用意しとこうかな。まあ、今日はピーの話なんで。ろろとまあ、一応出しとこうか、パッケージだけでもね。よー C がグランドマックス FX ナイロンライン買ってきとかいっぱい買ってきたんだけどどこ置いたかなシーガー R18 フロロリミテッドまあ僕大体いい使う銘柄がもう決まっちゃっててあんまり浮気しないタイプなんでこんなとこです昔はね色々使ってたし こういうのもね、ちょっとプロデュースさせてもらったりしたんですよね途中で、うん、かなりあの柔らかいフロロでブリデンフロロまあ僕が選ばせてもらったのいろんな硬さのフロロがあるものの中から、まあ、非常にトラブルが少なくてあのね例えばねフロロの1号とかスプールに巻くとすごいバックラするんだよねでもブリデンのこのフィネスフロロは柔らかいのが僕が選択したから零点八1 とか、1.05でもあの2,000万のショーケースプールでもね何とか使えたのよ、うん、だから今でも好きなんだよすごくね、うん、すごく好きなんですそれとか懐かしいのがこれその頃に同じように作ってもらったの4ポンド 普通は、えー、1号で4ポンドだけどこのブリデンフローローきです僕なんかめちゃくちゃフローロ使ってたからあの時代だと 100m 巻き 150m 巻きって言ったらすごい非常に不経済なんですよ。だからもう 1,000m 巻きを買ってその分絶対安くなるじゃない でもう頻繁にラインを交換したいっていうのがね僕のイメージだったのでこんなね 1,000m 巻きボビンなんてのをね、えー、作ってもらったんですけどあの受けがよくない。鶴屋ささんんは仕入れない置い置てても皆さん買わないアメリカ行くと当たり前なんだよ。 アメリカ行くとこれ 160m 巻きでしょ 160m 巻きなんかほとんど置いてないからねシガーでもこうやって売ってるからねアメリカだとこれシガーアメリカはガーこんなパッケージで売ってんだよこれ4ポンド1,000ヤード <laughs> ここれが普通なんだ <laughs> 普通 <laughs> でも日本だとそこがね変わっちゃうんだよ普通じゃなくなっちゃうんだよねだからせっかくねえ 1,000m 巻き作ってもらったんだけどまあほとんど買う人がいないから結局市場からほとんど姿消しちゃったんじゃないかな今。 うん、おお30分超えたらさすがに70人台になりました本気でいろうか、えー、BSD 東京さんレオンさんはじめましてこんばんは自分はブリーデンからレオンさんを知ってレオンさんのアクションややら道具やらの動画を見て今に至りますもう終わりの時期になるかと思いますがメッキにハマっておりますメッキ食べるの僕だけでしょうか美味しいですよなことないと思うよメッキ美味しいっていう話ちょこちょこ聞くよ最近うん ただやっぱりメッキってね8センチ1メー,ターにぐらいになるような魚の子供なんでそこを考えた時にっていうのがみんなあるんじゃないかな。でもレギュレーションで食べてはいけないって言ってるわけじゃないしいいんじゃないですか食べたければ食べる。うん、はいということで今日のねテーマであるうん。 アジングメバルングにおける P ラインのね、えー、使い方有効な使い方っていうかこう基礎認識みたいなものを僕が思ってる基礎認識だからね正正しい正しいいいくななじゃないですかまあ長年メバルングが大好きでやってきてる僕がテグスの時代から僕はね釣りをしてるのでテグスって何のことかわからない人多いと思うんだけどググって調べてくださいカタカナで「テグス <laughs> テグスとかね、バス、バス、味の素の素、馬の素って書く、バス <laughs> 馬の素だったかな <laughs> と,にかとにかくバスって言うんです。バスっていう釣り糸もあれば、テグスもあったしタコ糸なんか普通にね、蚊に釣る時なんか使ってたしナマズ、ウナギなんかのぶっこみ釣りの時もだいたいタコ糸使ってたねそれからナイロンの時代に入って でえー、色気づいた頃ぐらいからフロロカーボンラインとか出てきてあポリエステルもねその頃だよ。僕今71で僕は高校生の時1617ぐらいの時に確か出てるんだよポリエステル。うん、だからまあね近年ねこの十数年ぐらい前にティクトさんからアジング用のポリエステルラインが出てきて。 みんな釣り糸でポリエステルっていうの知らないもんだからすごく新しい糸が出てきたって、ね、錯覚を起こした人たちがたくさんいるんだけどポリエステルラインは昔から釣る用にあるんですあの投げ釣りなんかの市販のこう枝のついた仕掛けのあの枝がねポリエステルになのあれだとピンと張ってるからこう絡んだりしないから非常にそれで有効だっつって使われてたのを、えー、ティクトさんがいち早くね 伸びないそれなりに比重も高くて沈みやすい糸、まあ、欠点としてはあの瞬間的なパンという力が弱くて切れやすいっていうのもあるけどそもそもアジングじゃそんな釣り方ほとんどしないから全然十分じゃねえそれよりはフロロ並みに沈んでフロロより伸びないから例えば1 5メ2 0ーラインが出てっても感度が非常に取りやすいよということでね。 あの一気にアジングの世界ではね、えー、浸透しちゃったポリエステルも実は50年以上前55年くらい前に世の中に出てきてます地球さん最近はテグスで検索してもナイロンラインみたいに出ますねほんまかほんまかよ山賀っていうががいてその山賀が作る繭これ繭を 鍋でぐつぐつ炊いてずっと繊維を出していってそれを酔って作ってたのそれを手ぐすって言うんだね。<laughs> うんえー、っとよヨタさんヨタさんヨタさんホンテロンが育った気が昔からあるポリエステルよくご存知で、うん、ポリエステルで一番最初に釣り糸で出た銘柄がホンテロン で,すで初めて出たフロロカーボンの銘柄がこのシーガーです。うん、ナイロンはね確か東洋礼ンさんが一番早かった東レさんがね一番早かったような気がするな。山本由紀さん投げ釣り用ですとゴーセンさんの本テロン、うん、そうそうそう本テロンを出したのゴーセンさんで本当五545年前だと思うよ。はいということでです。 本題を、ね、先に進めていきますでえー、今日のテーマの「PE」の有効な使用法って、えー、どんなことだろうというお話をしていくんですけどまずその前にね今日地球さんも見てるから地球さんね懐かしい話をするんで今からあのー、補足の書き込みをしてください。実はね地球さんとと幼児と いう友達と僕と3人でね僕自身もその時初めてだったんだけど伊豆の五郎太闇の五郎太浜でメバル釣ろうよっつって行ってシャクメバルとかあの平成英語の5 0ンチ前後とかをね結構たくさん釣ったのその時のねインパクトがね僕には強いわけですよ。えー、その頃にはねまだ 僕はメバリングにはフロロが一番いいとあるし、思い込んでた。もう正直言います。それはなぜかというと、瀬戸内のような堤防でも、足元がバンって7メーター、下手すり10メーターある。水深のある海の中でこう突き出た堤防に明かりがついてて、潮通しが良くて、潮通しがいいと言われ、ゴーって流れるわけよ。そんなところで釣りをしようとしたら、絶対的にフロロがね、いいんです。 もうそれは今だってそうなのだから PE も使ってたけどもやっぱりフロロよねっていう感覚があって地球さんと幼児と僕と3人でね伊豆のゴルターへ行った時にまあリールは23台持っていくから PE 巻いたのも持ってるんだけどまずはフロロで、えー、シャクメバルが出るからっつって当然シャクメバル狙いなんで、えー、シーガーのね えー、当時はねリバージって言ってたなこの R18 の前身になるフロールカーボンねっうんリバージっていうフロールラインがあってそれのね0.85を巻いたスプールを、えー、ブリーデンの当時のロット磯で尺メンバーで釣るのにバッチリの83ディープにセットしてで3人で浜へ降りて行って、うん、で まあ三人とも始めたのよ、ね。ね、全く自分個人的なあの実績のところで、えー、ゴルタハマで始めたわけ、うん。いきなり釣れるんだよこれが。<laughs> いきなり平成セの五十とかがドバちゃうちゃうちゃうって地球さんウオーっとっか、四時もギャーっとっかになって、でそうかと思えばカツンといい当たりがあってグ,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 グッコ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 なったらもう百メバル。いきなり百メバル。あっちでもこっちでも百メバル。 ところがねメバル釣りを僕が教えてる <laughs> まあ当時地球さんもねそんなにたくさんメバルの経験値高かったわけじゃないんでまだまだ僕が地球さんにこうした方がいいと思うよああした方がいいと思うよって教えて差し上げて数年経った頃なのねだからもうさすがにいちいちいち言,う言わなくたっても地球さんどんどん自分で研究される方なんで。 えー、自分やられてたんですけど少なくともまだこう <laughs> まだ先生的な立場でいたわけよところが幼児も釣るし地球産も釣るのに僕に釣れないのよおかしいなと似たなとこ投げてんのにあれってなったわけで聞くよね「地球産何グラムジグエット何、えー、コブラ29です一緒やん何グラム ?1.5 グラム1.4グラムか当時ねコブラ29を。 一緒やん。おかしいなで、こう月明かりで透かしてみて地球さんピシッと投げます着水させてほぼ直後ぐらいから3カウントぐらいだねせいぜい宙に舞ってるラインがハラッと海面に落ちたぐらいのタイミングからこう巻き始めて「きた!」ってやるわけよ。で僕は横からこのスピード見てるわけだよハンドルスピードを。 うん、まあね一番メバルが釣れるリトリーブスピードだし、まあ、当然だろうんで僕投げるわけ。投げて同じスピードでやると同じコブラの二重の1 4ムで何が起きたかって言ったらそこのゴロターへゴツンゴツン当たっていちいちこんななんですよ。コブラのヘッドがゴロタに引っかかってああ <laughs> ってなるわけ。 つまり釣りになってないなすメバルみんな大体いいああいうとこでもこう上目線でこうね上目線で待ってるからその上を通した方が絶対に来るわけところが僕が引いてるジグヘッドはもうゴルタを打ってきてるよコンコンってこれじゃあねヒット効率格段に悪いんですおかしいな同じ 1.5g でこのあのスピードであんなにそこ打っちゃいかん で早く巻くしかないんだけどうまく上を引こうと思ったら早すぎるのよね。で仕方ないから1ムに落として投げたら地球さんが釣ってるその立ち位置からだいたいメバルが食ってきてるとこまで届かないんだ今度は。あれと思った瞬間に俺ピンと来て地球さんと幼児に「2人ともライン何使ってる?」っつったらで P ですって言ったんだよ。P だったんだよ。P の0.3とか0.4なのよ。それでリーダーリーダーを50センチぐらいつけてフロールリーダーを。でそこに1.5グラムのジグヘッドに、えー、当時だとなんだろうなスクリューテールグラブとかねそんなんつけてたんだと思う。うん。だからラインがね竿先からラインが こう来て水面を這うような形でラインが来てリーフのところでストンと落ちてるのよこういう曲線ねで僕はフロロだからこうなってるわけだからどうしたってレンジが深く入っちゃうフロロでそれ引っ張るもんだからゴルタハマーへゴツ,ンゴツンゴツンゴツンと当たって釣りになってないところがチキフさんと幼児はえ糸がこう来て海面落ちたりとかずっとほとんど海面直下ぐらいを通ってきて スッと落ちてるからボトムよりだいぶ上をジグヘッドがこう通ってくるわけよで一番メバルが釣れる状態になってたそう仙台小室さんフロロロの比重があざになったのこれね初めての経験、うん、これねなかなか瀬戸内ではないのよ瀬戸内ってほらうねりが寄せてこないから ゴルタで釣っても一番前まで出れるわけ一番前まで出たら 0.8g でも 1g でもメバルいるゾーンへ届くのよ普通のショートロットでだから全然困らなかったのよところが伊豆なんて太平洋側だしねザザーッと入ってくるからだいぶ後ろから釣んなきゃならないわけ引いたら波ないんだけどね前に出てたら 平気で足首ぐらいまではザザーッと水来ちゃうからどうしたって後ろからそうすると一定の飛距離がないと、えー、ポジションまで届かない、えー、届くウエイトがまあ1 5ムから1 8とか2ムぐらいまで、あ、だったら十分届くそうすると今度はゆっくり引けないゆっくり引くと浅いからその出雲のゴロタのポイントって。 えー、メバルがよく釣れたところのね水深がね大体7 0ンチか 1m ぐらいだと思うよ。で、ね、球さんね。<laughs> 浅いのだからちょっと遅く引くともうそこ打っちゃうんだツンゴツン。ところがピーなら何のくもなく通せるわけよその釣れるレンジを。これね長いことメバルメバリングやってる僕がね結構その時にえー 目からうろこうとした瞬間だったよねだってロケーションがそんなロケーションがないんだ西日本ってほとんどまれにはあるかもしれないけどそんなとこ行かなくてもなんていうのかなもっと釣れるこうロケーションのとこがたくさんあるから。で伊豆行くと逆に堤防ではもうこんなちびメバルしか釣れないし、うん、ごっつい洗い槽行っても意外にメバルいないし。 どこにメバルいるんだよっつったら伊豆の前は実はゴルタ浜にたくさんいたんだメバルがね <laughs>、うん、そういうロケーションがねやっぱ地域でこう変わってくるから僕が気が付かなかったでやっぱ全国行ってみるべきだよねいろんなロケーションで、えー、メバルを僕はメバリングを発信してるまあ自分で言うのもあれだけど特に当時はね15年前なんていうのはもうほぼほぼ第一人者みたいな扱いされてて れは一生懸命頑張らなあかんなっていうふうに僕なってたからあの時これはいかんと思ったもう日本全国で釣りをしてその土地土地の特有のそのロケーション化でえメバルを釣ってえそれぞれに応じたことを説明しないと広島のね片田舎のね離島のメバルの釣り方だけをこうやればこうやるのがメバリングが一番正しいんだって言ってるようじゃ。 とてもじゃないけどプロとはいえないなと自分で思った瞬間でしたはいえー、コプラ 1.4g2 番フックシャクメバレやランカーシーパスでもへっちゃらまさしくはいということでこの話をね結構前置きとして長く喋ってる理由があるんですよ。これは一般的な堤防からのアジングメバリングにおいて えー、PE ラインが比重が低いために要するに軽いために、えー、水に浮いちゃう糸だけをポンってほくったら PE ライン浮くからね水に水の方が比重が高いからでいつまり PE ではアジングもメバリングも難しいよってことになっちゃってる だけどこれはね100%正解じゃないんです。っていうとさっきの話みんなイメージするでしょああそんな水深がずっと遠浅さのゴルタの伊豆だからまあ P がいいんで普通はそうは言っても足元へ向けて45度ぐらいの角度でラインが沈んでいくアジングなんかだったらやっぱり捨てるよねやっぱりフロロよね。 PE, ね、PE 使うんでもシンキング PE でないと難しいよねってほとんどの方が思ってるはずです。でもねここにもう一段階罠があるっていうことをね今日は知ってほしくてね、えー、すごい基本的なことをお話ししようと思って、うんえー、急遽ねあねライブをやる気になりました。ということでそういう場面での PE の使い方どうなんだっていうのがね えー、2番目の項目そして今からお話し,しますけどはいちょっとタバコで火つけさせてもらいますうん地球さんがあの頃はゴロタが空いているしゴロタが空いているあゴロタとゴロ,ゴロゴロが間が隙間が動きってこと昼間見ると 釣れる水深に見えないのですが夜は餌場になってましたねそうそうそう50センチとかね水深釣れてる場所がねうん、えー。安子さんの質問も読んでおいて次の項目行きましょうかね安子さんすごく初歩的な質問をさせてくださいどんな時も PE 一択の私はベイトではロングリーダーが可能なのがとても興味深く とても素晴らしいと思ったのですが、スピニングではなぜできないのでしょうかスプールの向きですかいい質問です。後でお答えします。<laughs> あ、チキさん、空いていると読めと。<laughs> 音声切れてます音声途切れてるりょうさん、音声切れてますって。他の方もちょっと音声がちゃんと来てるかどうかあの教えてください。 では通常のエリアであっ聞こえてますねえー、P 使ったらメバリングージング不利なのかって話ですよこちらのスピーカーの都合でしたってあは <laughs> あのね P 使ったらどうもアジが釣れにくいメバルが釣れにくいとおっしゃる方に共通な傾向ががあることに最近僕気がついたんです例えばね「自分がいつも行ってる堤防で一番アジが釣りやすいリグがジグタンです」はいはいジグタンねまあそうでしょう」「距離的に届くんであればジグタンが一番アジ釣りやすい」「昔のようにそのジグヘッドスプリットとかジグヘッドキャロとかにしなくても、うん」 ポジションが近いんだったらジグタンの方がダイレクトに操作できるし当たりもダイレクトに出るから当然釣りやすいはいでいつも自分が言ってるアジングポイントでいつも自分が使ってるジグタンのグラム数何グラムですかって話なのよ0.8グラムの人もいれば1グラムまあ1.2グラムぐらいの人 もいるっていう状態の中で「ライン何使ってんの?」っつったらアンダー 1g を使う人はポリエステルの0.45前後なんだよねアンダー 1g の場合は。それは0.5とか0.6になってモノフィラメントの0506って結構太いから 0.6g0.8g が飛ばないのよ。飛ばないから糸を細くしていったわけじゃん。 なんて、そうやって釣ってるわけそこへ持ってきてなんか PE が強度が強いらしいって聞いたり、うん、もともと PE の強度強いって知ってる人が同じグラム数で PE 使うのようん。ここにね、落とし穴があるんですで、フロロや エステルのこういうカーブを描いて水の中に差し込んでいって0 8ムや1ムで操作してアジを釣ってた人が例えば0.35とか0.45の P を使った時に自分のイメージ通りリグがアジのいるゾーンにレンジに入ってるか入ってないかだよ。でリトリーブした時に角度変わるんですよ。 エステルとかフロールでリトリーブすると平行に近いで人間に向かってじわ,じわ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 レンジが上がっていくのでこれが把握できてるベテランさんたちは足元近くまで丁寧に同じレンジが弾けるジグヘッドって実はすごく難しいんですよリングとしては。なぜなら巻きスピードや竿の角度で。 レンジ簡単に変わっちゃうからなんか一番釣りやすい一定レンジを一番釣りやすいスピードで通すのはどれぐらいのマックススピードなのか竿の角度がどうなのか、ね、立てて巻くときには下げて巻くときよりもゆっくり引けるよね下げて巻くとちょっと早く巻かないといけないよねところが軽くすれば下げて巻いてもゆっくり巻けるよね みたいなことがいいくつもあるわけじゃないなかなかそこって体感で覚える世界だから最初からどうしたらいいんですかと教えてくださいって言われてもねとても難しいことなんだけど少なくとも、えー、今言ったうことがあるでしょうそれをいきなり同じグラム数を、えー、0.35のポリエステルを使ってた人が0.35の普通の P を使って。 0.6g0.8g を今まで使ってたものと同じものを同じ距離投げて同じぐらい沈めて巻き始めた時に何が起きるかしたらエステレジャーこう来てたものが PE だといきなりこうなってるわけ足のいないななゾーンを通ってんんだこ,うこんなに違うわけで釣れないから PE は浮力が強すぎて釣れないって結論付けて PE 使うのやめちゃう人がすっさまじく多いわけですよ。 うん、ところがね今日の本題ですよここ10年ぐらい面倒、えーね、くさいから大変ですだとは思うんですけど YouTube 上にアングリングソルトさんがありますよで YouTube 上のアングリングソルトで「レオン角匠スペースアジング」で10年ぐらい遡ってみて10年までいかなくても5年でもいいや実は10年ぐらい前からなんだけど。 10年ぐらい前から僕は PE 結構行きだしたんですよ。うん、で、えー、7年ぐらい前からリアルディスティックスなんて強烈な色が出てきたからもうどっぷり PE ですよ。で普通に瀬戸内で皆さんがポリエステルを使ってアジを釣ってる普通の瀬戸内の堤防であ下手をすると真横で僕は PE で釣って。 同じように釣れるわけですよ数がサイズも、うん、これ何ですかって話ねこれがね実は今日の一番大きな主題同じグラム数つけるからいけないんです0.8グラムを使ってたら浮力のある PE なら1.5グラム使えちゃうんですよ倍もう倍だと思って いつも1グラム使ってんだったら2グラム使って、あるいは2.5を使って、そうすると同じレンジ通せるのよ。で、そうは言っても PE はラインこう、えー、竿から水に落ちて海面を張っていってリグのところでストンと落ちてるから、ここの関係性っていうのはいくら重たいものつけてもそんなに変わりがないわけ。だけどそれで慣れちゃったらこの状態を保ったままこのレンジはゆっ 同じ同ように通せるんです、P、でで今までこれをエステリアフロロで0.8とか 1g でやってた世界を 2g で同じことできちゃうんだよ。これやったらわかる。神妙にやってみてチャレンジしたい人は。できちゃうんだよ。でこの、P、を 0 3五を使わずに僕ほとんど今一番下が0 4五ぐらいなんでねアジングする時でも。すると何起きるもっとラインに浮力出るんでしょそうすると 3g4g5g が使えちゃうのよジュグヘッドで。だから僕さっきから言ったんですよ遡って見てみてアングリングソルトスペースレオン角く匠スペースアジングでずーっと見てみて。 ほとんど、PE、使ってる、うん、でまあブリーデン時代ですから b e ブ使ってたりするねラムですよ。爆鳥 <laughs> ジグ使ってたりする3ム、5グ7ムですよ。で、えー、ジグヘッド竹ちゃんなんか使ってます。大体 P 使ってる時のジグヘッド竹ちゃん僕2 5ムですよ。味するのに。岩井島行こうがどこ,、ね、どこ行こうが。 で、ポンポンつってるよねうんじゃあポリエステルの0.250.35に5ムのジグヘッド結びますかって話だよね7ムのメタルジグ結びますかって話だよね正直快適とは言えないよねきついよね、うん、下手したら切れちゃうよねなんかそこをねうまくう特性を捉えて あの自分が通したいレンジを同じスピードで通せればいいんだと結果として結果として通せればいいんだからだったら、えー、PE03 なりの PE05 なりのウェイトのリグを竿の角度で、えー、アジャストさせながらアジならアジが釣れる操作になれちゃえばそれがスタンダードになるわけですよ。デフォルトになっちゃうのそしたら かつてモノフィラの細い糸で釣ってた時とほぼ同様のお全く同じとは言いませんこれは全く同じとは言いませんやっぱり PE で少し線形が太くなると塩押しに負けたりねするので全く同じとは言えないけども塩が速いなりに風が強いなりにウエイトを上げていけばねそれでもなんとかなる世界なんですよで PE にはそこで大きなメリットが出るよねうん。 えー、ポリエステルの0.35にジグヘッドの0 8ラムつ,つけた場合と PE の0 2号にジグヘッドの2ムをつけた時との飛距離考えて倍の飛距離打てるよね圧倒的に飛ぶからね2ム、うん、になったし0 8ムが2ムまで上がっちゃってんだもん。うん で P ラインはね軽いからすんげえ飛距離飛ぶ。下手すらバイトんじゃう。そうするとやっぱりこう探れる範囲っていうのがもうガーンと広くなるじゃない。うん。あとアジってね割と縦の動きに弱いんだよ。だからパンパンパンってカーブフォールとかさせるけど P はしゃくるとヒュッて上にあが向かって動くの。エギングがそうでしょ。エギン結んで。 投げて、5 0ーぐらい先で沈めて、ボトム取って、パンパンしゃくったときに、エギはこっち来ないよね。フォーンって真上に上がってるよね。ギョン、ギョンって、真上に上がって、頭を下にして、スーッてボトムにまたでこの間にイカがギュって抱く。でまたしゃくると、ここから斜めに沈んできたエギが、パンってしゃくると、ギョンって真上に上がる。なぜ真上に上がるのかってったら、ピーだからですよ。 P.E. がだって海面を張ってエギのところですっと落ちてるから、これをビュっゃくるとエギにはモーメントとして上に力働け。こういうラインだから、ヒョンって。エギングでなぜ P.E. が重宝されるようになったかしたら、アジング釣りやすいという釣り方と真逆の理論なのよ。だからええエギングで P.E. を使うようになったのはね、エギングの始祖海藻みたいなその杉は 重、えー、美さんとユニチカの杉原さんというお二人のコンビが仲良くされてて「ピーがめちゃくちゃいいんだ」って言い出したのはそこなんですよ。ナイロロロンとかフロロでっったらエギこっちくるわけですよであんまりダウトもしないってパンパンと跳ね上がってくれないイカはめちゃくちゃ目がいいから深いところから上に向けて跳ね上げた方が遠くからイカが見つけてやってきてくれる。でスッと沈むのをボンって抱いてくるて。 これをその茂美さん杉原さん2人が発見して今のシャクルエギングがね大流行していった背景には P ラインっていうものがあった。うん、その真逆の世界がアジングなんだけどそのリグがシャクったらパンと跳ね上がるよ真上に跳ね上がるよという特性を、ね、上手に生かしたら、えー、メバル釣るよりも下手すると PE はねアジングに向いてるところがあるんですよ。 ただアジングイコール1グラムとかアンダー1グラムっていう概念が強すぎるがために、えー、PE を使った時に結果として味がつれてないのはリグのウェイトに振り回されちゃってる、うん、だから PE が使いたい楽だもんね長持ちするしね僕なんか、まあ、な PE 巻いてもう5年も経ってるリールさえあります。 でも現場持っっってて使使たら使えるところがポリエステルナイロンフロロっていうのは紫外線落下を起こしてるから5年前のやつはねすぐ切れちゃうプツッとそれを考えると P ってねやっぱお財布にも優しいですよね <laughs> 飛距離出るで0.35といっても今の四谷さんなんかのいい P のね、えー、一番いい P なんか0.35で12ポンドもあるからね。 十二ポンドだからね <laughs>。ポリエステルの零点三号がだいたい零点五号で二ポンドだから零点三号だと本当に一点五ポンドとか一点二ポンドぐらいしかないよね。うん。十ポンドとか十二ポンドあるんだよ零点三号で PU は。これシーバスの八マルクラスが食ってきました。取れるも。ん。十二ポンドあったら取れるも。ん。 12ポンド1号が4ポンド、ね、3号の太さ強さなんだよね昔で言うとナイロン3号って普通にスズキを伸べるの吸ってたからね俺たちはナイロン3号でだから80のスズキでも実は取れる強さなんだよね今の新しい PE なんての0.3号なんていうのはねまあただ傷には弱いよ細いからちょっと物に当たったりこの皮膚がザラザラの皮膚で FG ノット やってし、えー、PE の表面に傷つけてたりしたら、細い PE が12ポンドあるってってもね、弱い。だから僕は0.5とか0.8とか平気で使うの。それだと、表面に多少傷ついても、ね強度自体が16ポンドとか18ポンドあるから <laughs>、あの全然大丈夫だから。で。 太くしたら太くなった、えー、浮力が出て流れに弱いその分重たいリグ使いますよっていうのが僕のスタイルなんでもう全然大丈夫な世界になってるわけですよ。分かってもらいましたうんデメリットがねあるけどもちゃんと理解してトータルバランスで挑めば PE はねもっともっとライトゲームで使えるしね確かにポリエステルの0.35でシーバスのでっかいのも取れたよーっていう人もたくさんいらっしゃいます知ってる取れるのは僕だってフロールのフロールの0.25での僕のシーバスの記録は8 6ンチですからフロールの0.25じゃねえやフロールの2ポンドですごめんなさい。 フロロの2ポンドで86センチのンででセチシーバスまではね記録としては取ってますだから取れ,れるのは取れますよ取、うん、れた時の話をしてるんじゃないです僕は切られた時の話をしてるのねモノフィラの02030405ぐらいまでで何、えー、かやっててブチーンって切られた経験皆さんお持ちでしょでもこれが PE の0405だったら切られないのよなかなか。でリーダー太くしとけばいいじゃん。 リーダーダ2号フロル2号8ポンドこれは少々の魚じゃ切られませんよキジハタの40センチオーバー来たって大丈夫。うん、っていう世界が PE だったら広がるでしょってことですね。うん、で、えー、じゃあもうそんな、ね、細くて丈夫で飛距離も出てでっかい魚も取れますよっていう PE で。 釣、えー、る時どうしたらいいのかっていうのをもう一回整理しますと、えー、ポリエステルやフロロで使ってた時のジグヘッドの重さの倍くらいを使えばあとはロットワークでどうにでもなるよっていうのがね今日皆さんに一番お伝えしたかったことです、はい。ということでね結構第2部を長く取りました、えーまあ。もっとその、P、について ね、お話し,したいことはいっぱいあるんですけどあの質問にね答えていった方がねずっとずっと具体的なので知りたいことを今、えー、お話しするということがいいので早速ねじゃあこっからは、ね、もう1時間経ちましたからねこっからは質疑応答でいきましょう。えっ、ー、とね最初の質問がね安子さんでした。 えー、初歩的な質問させてくださいどんな時も p 一,一択の私はベイトではロングリーダーが可能なのがとても興味深くスピニングではなぜできないのでしょうかという質問です非常に質問です、えー、スピニングタックルに PE 入れますで PE でリグに直結びするとその PE の本来の強度の3分の1しか強度出ませんまずここね うん、P をメタルジグの I に時間結びしました、うん、半分以下です14ポンドの P だったら7ポンドになっちゃいます結び方が悪いと5ポンドぐらいになっちゃうんですだから D だってのを入れるでショックに弱いんですポリ,ポリエステルはフロロよりもナイロンが一番強いのねナイロンってガーン押した時にグワーン伸びるから切れないでフロロはナイロンより伸びないから ナイロンよりちょっと弱いです。同じ号数だと。で、ポリエステルはナイロンよりもフロルよりもさらに伸びないから、パンってやった時にパチッと切れるんです。で pe はもっと伸びないです。ほぼゼロですから。だから同じ強度だったらね。同じ強度だったら、えー、実はポリエステルよりも pe の方が弱いんです。同じ強度ならですよ。 直線強度、えー、1kg と,とかね 2kg とかあったらバンっていう衝撃にはポリエステルよりも PE の方がさらに弱いただ線形ね例えば0.35という線形で判断するとさっき言ったように今の PE は10ポンドとか12ポンドあるわけですよもう直線強,強力自体が。で一方のエステルフロロは0.35だと2ポンドないわけでしょ1.5ポンド。 1.5ポンド対10ポンドという差なわけですよまずここ一つ頭入れてやすこさんね。うん、でリーダーの話に戻りますリーダーを適切なリーダーを入れます、えー、10ポンドの PE に対して半分ぐらいがいいです5ポンドのフロロリーダーを入れますそうすると PE が細いのに 5ポンドのフロロっていうのは1.25ぐらいあるわけね太さ5ポンドフロロは1.25ですメインラインの PE は0.45です細いわけここに結ぶとこういうふうに段差がつくわけですよこの段差がガイドに当たって飛びが悪くなるわけだからショートリーダーになって したんですけど昔はねそんなにショートリーダーは組まずにエギングなんかね最初からピー使ってたので結構エギングでもねロングリーダー組んでたんですでなぜショートリーダーしかー最近のロッドがつけられないかってったらねガイドがちっちゃいんだよなぜガイドがちっちゃくなった竿軽い方がいいからっていう理由ですよあと感度が良くなるんるガイドちっちゃくてちっちゃいほど こう神妙に聴きに行く時にね感度がよくなるからえまあ世の中のねライトゲームロッドで上の方がね3番なんていうガイド昔なかったのにえ上田さんとかねあと僕がプロデュースさせてもらったメバルロッドじゃ初の3番ガイドを搭載した「68ストレンジ」とかまあ僕の責任でもあるんだよね。 <laughs> 極小ガイドの方が快適じゃんとフロントヘビーにならない竿先軽くなる、ね、で十分0.350.55ぐらいのモノフィラメントはスルスルっと抜けていってくれるだけど P 入れるとガイドがちっちゃいがためにガイドストレスが半端ないですよそのノットが。だからノット部分を ガイドの中に入れないショートリーダーになっちゃったわけ近年 <laughs> 切れちゃうんだ何回もブツ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 ツってやってるうちに簡単に切れちゃう昔のルワーロッドはでかかったのティップの方でも5番とか5.5番がついてたの今見たらガイドでかっっていうぐらいでかいのうんちょっとちょっと見せるねうん ちょっと見せましょう。どれぐらいの差があるのか？ 時のための。一眼レフだよ。しっかり見えるぞ。はい。二本竿があります。えこっちのガイドンでっかいやつが、あのガリンペイのね。で、この。こっちの細いやつが。えー、ハミージャーミー。です。で。これ、プロトンのやつね。 おいピンと来いピンときたままでねお願いよおー顔に来ちゃう見えろここかあここんな見えるうんこの僕の人差し指のところが第二ガイドだねこれが 33J なの3番なのよここへ 5.5番ね5.5はいこんだけ違うんだ6かなこれ <laughs> 恐ろしく違うでしょうん恐ろしく違うよね 結局その安子さんの一番素朴な疑問であるベイトではロングリーダーが可能なのがとても興味深くスピニングではなぜできないのかっていうのは近代のスピニングロッド特にアジング用メバリング用として作られているロッドのガイドが小さすすぎるとうことです原因はあれがいくらスピニングでもガイドさえでかければロングリーダー組めるんですよ。リールの中まで あのモノフィラメントのリーダーを巻き込むぐらいロングリーダーでもあ,のあんまりあの問題はないた,ただねもう一つあるんだ、えー、もういいやスピニンングリールのラインってて状に出ていくわけこのたくさんあるガイドの中をここにでっかいスプールがついたスピニングがこんな円が出ていくわけね。 こんな円のやつがここのガイドの中を通るからそこへ、えー、ピーとリーダーのノットがあるとここでぶつかるでしょここでもぶつかるでしょだからストレスがで,できるわけカンカンカンと当たるわけところがねベイトリールの場合はまずリール自体が低いよねこの辺は 竿にスピニングリールつけたら、こ,こんなん高いところから糸が出るわけ。こう、はい。ベイトはおおむね低いから、ほら、これ低いところから糸が出る。そうするとこの、えー、一番根元にあるぶっといガイドがあるよね。普通どの竿でも。これがそんな高くなくていいわけよ。ところがスピニングだとこんなに背高かったから、ここ足の高い こんな輪っかのでっかいガイドつけてあるのはなぜかっていうのは糸の放出するセンターが背が高いということと出ていくらせん形が太いからここにでっかいガイドつけなきゃならないところがベイトリールの糸ってどういうふうに出ていくねえ安子さんここを通ってベイトリールはスプールが回るからさスプールが縦に回るから。 糸ってってますすぐ出るんですよ。螺旋なんか描かないまっすぐ出ていくわけだから少々ガイドが小さくても、えー、ノットがそんなに引っかかる要素がねこう回っていかないから回らない上に糸がまっすぐ出ちゃうまっすぐ出る上に低い、ね、ガイドストレスがスピニングタックルに比べたら圧倒的に低いから 別に十メーター二十メーターリーダー入れたって構わないんですよ。で安子さんねとってもいい質問されたなって言ったのがこっから先の話なんですってことはよ、えー、PE 使うとうんぬんかんぬんありましたね、でもちょっと重たい力つけりゃいいじゃって話になるで PE の沈む角度が悪いとなるでもロングリーダーが組めるんだったら十メーターの フロールリーリダーを入れたらどうなるかっていうことですよパッと投げて汗なんてその遠く釣るわけじゃないからじゃあ投げて沈んだ糸の半分ぐらいがフロールリーダーなのよ。全部フロールでいいじゃんって思うかもしんないけど。 いやいやいやそこはねやってみたらわかる世界やっぱりメインラインが PE であることのねメリットとか安心感って必ずあるんですだからまあ 10m 大げさでもね 5m6m のロングリーダーはね全然あの実際問題釣りにもなるし、えー、快適ですでしかもフロロ部分が 5m6m あるから PE がいくら軽くってもこの 56m はフロロ重たいんで沈んでくれるんですよ。つまりこういうい こう降りてきて水面を張っていってまた沈むっていうこういう PE 軌道がねロングリーダーを組むことによってフロールやエステルにこう近い軌道になっていくんです。直線近くなるのショーーートリーダーよりもそういうふうにロングリーダーの利点をうまく使えばあのー、扱いやすくなる。ででここ一つね、えー、アジングかからしか、あのー 釣りをスタートさせてない人たちの中でやっぱりちょ,ちょいちょいあの聞く勘違いがあるんですけどラインが細くないと食わないと思ってる方がいるんです <laughs> 僕はでも20センチ前後の味を、えー、2号リーダーで釣りますからねうん。 いやーちょっとさすがにブサイクだなーと思ったときに1.25とか1.55に落とすことがありますけどロケなんかで行く時はねメバルなんかする時はほとんど僕2号リーダーですよこんくらいのメバルするのに <laughs> だってキジハタ来たら取りたいしシーバス来ても切られたくないしプラグなんか使ってたらなおさらだもんプラグなくしたくないもんそうすると PE の05にリーダー2号になるわけですよ。 カサゴのパカデかいようなやつがいる磯に行くとこれが PE がゼロ六になってもしくはゼロ八になってリーダー三五万になっちゃうわけですよ。釣る魚はこんくらいのもんなのに、だからもうね別世界になってきちゃう。そうするとねあの違う意味で釣りが快適になるでしょ。はいということでね、えー、またあのリーダーが太いと食わないのかって話になるんだけど僕は この10年、えー、1.5号リーダーから2号リーダーで普通にあをつってます。食うって。関係ない。<laughs> ほとんどの場面でリーダーが太いから食わないなんていう経験はまずまずないですよ、僕は。うん、そういうふうに考えてください。えー、だから、最近あの極小ガイドしかついてない 自分がブランクが大好きだっつってずっと長年使ってきたスピニングロッドにガイド付け替える人も出てきたね最近ちょっともう一回り二回り大きいの付けようっていう人も出てくるぐらいずいぶん世界観がね変わってきてるんです、えー、石井敦さん先月伊豆川名の五郎田で岩登りボルダリングわいい趣味ですね。 かねて仲間と遊んだ時に試しに釣りをしてみましたが昼間は釣れる気配なかったのですが夜に釣りしてみる価値あるそうですね。そうです。さっき地球さんがね書いてくれてたように浅いところへ、ね、夜餌場にするんです入ってきて、うん、昼間はね、あのー、いないですよ正直言って穴ハゼぐらいしか多分釣れないですはいえー、YI さん ジググヘッドを使使えば使うほどマニュアルなリグだなリだと感じますそうねあの職業でやってるバスプロがいますよ皆実は一番難しいのはジグヘッドなんだぞっていうね、うん、そうですえー、松橋さん私は p 0さんでノーシンカーフックにスプリット 3B から 12B ぐらいでやりますラインが張ってないと当たり取れませんそうラインが る重さのリグででで釣ればいいいんすすよ単純にそういうことです、うん、だから僕はアジングをするのにシャクヘッドの 4g とか平気で使うわけですよ <laughs> 普通に、ね、ライン張れるもん 4g あったら <laughs> ごめんなさい今の咳うるさかったでしょマイク近いから。高さ PE を使い始めた頃の自分に聞かせたい話です PE を使い始めた頃フロールと同じウェイトで釣れなくなったことを思い出しますねえいや、僕だって当時の自分に聞かせたいよ知らなかったもんみんな通る道なんですでみんな誰でもプロでも通ってきてるんですそこを、えー、PE を使ってた友人を真横から見た時にライン角度が全く違うことに驚きましたいい経験されたじゃないですか 友達大事だよ、うん、メトロさん、7年前の動画では13フィネスフロロ0.5号を使ってますねうん、当然そういう場面もあるでも今日は7年前だからピー使ってアジ釣ってますよ今日は b ブでアジがボコボコ釣れるところみんなに見せつけてやろうと思った時には えー、フィネスフロールは使ってません。伸びちゃうんで難しい。ビーヨンオン。バイブってリフトするときにすんげえ水抵抗かかるからうんにオンって伸びるから、あのピータクロの方に付け替えてやったりしてやってます。まあロケのね、あの僕の場合はアジが釣れるからこうじゃないんですよ。ロケのテーマに合わせて、えー、僕はピー使ったりフロール使ったりねしてるわけです。 僕はどっちでも吊るしプライベートで一人で行くときにはあのポイントによりけりなんだけどねどうしてもフロロがいいなっていうポイントもあればあ全然 PE の方が楽だよっていうところもあるっていうことです。言うたらローヤさんロヤさんっていうのかなウィンドドリフトも PE でのメリットそう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 あの特性が分かれば飲み込めてくればいろんなねうん使い方があるんです。 車が悪くなったすみませんなんすか車が悪くなったもう明日さん車がいち,ちょっと意味わかんないごめん <laughs> あらゴーストが消えないあー読みにくくなったなんかゴーストがついちゃってどういうことだこれはいっぺんチャットを切ってもう一度あ残ってるまあいいや ごめんなさいねちょっとずーっとあーこれを読んでえー、っと松橋さんそうですねアジもえげぐグのようにしゃくてますそうそう縦の動きにね非常にスイッチが入りやすいアジはね、うん、ほぼ魚つるつりさんこんばんは、えー、もう明日さんゼさんで頑張ってますメバルシーバス余裕ですね余裕 ケンタロさん、PE がまず頭になかったからやっぱりねせっかくポリナイロンフロロポリエステル PE、まあ、その他にいろいろたくさんいろんな糸があるのでいろんなラインを使いこなせていろんなロケーションに一番ベストな形あとタックルにねどう合わせるかっていうことがスムースにできるようになったら超価、まあ、が上がるだけじゃなくて釣り自体が快適になるよね。 だから、あのー、こうならないように「アジングエスペリー」っていう風になっちゃうと結果的に自分が損する僕はそう思ってます。<laughs> 原安さん p だと風影響が強いのでレオンさん使,、えー、使用のナイロンフォロ,ロの銘柄を質問箱で相談したものです。今シーズンは試しにナイロン4ポンドを使用予定のところに今日の話勉強になります。 ピーとナイロンの違いいろいろ考えてプラッキングをやってみますあまりナイロンプラッキングは効きませんが頑張りますえナイロンのプラッキング多いよあのねメバルだからって考えるからメバルフロールでしょうみたいなね固定観念が先走るわけよプラッキング全体で考えて魚たくさんいろんな種類いるでしょねプラグで アメマス釣りますプラグでヤマメイワナ釣りますねプラグで、えー、サーモン釣りますフロロ使う人いないよポリエステルなんてまず,まずないよま,ましてや大体いい世界中のプラッキングで使われている糸8割とかがナイロンだよ、うん、フロロがいいなって言い出したのは日本人 しかも僕らの世代の僕らです。根魚釣るから。ナイロン沈みにくいから。ね。なぜならジグヘッドで釣ってたから。ジグヘッドで沈めて釣るんだとナイロン沈みにくいわけ一番。モノフェラーの中じゃ。だからフロロって言い出したわけですよ。だからプラッグやるんだったら基本はフロロよりナイロンの方がオーソドックスです。ずっと使いやすいです。で、ナイロン強いんで。 フロロよりも同じ太さならナイロンの方が間違いなく強いフロロの方が傷に弱いしね伸びないから切れやすいそういうことですナイロンプラッキングが効きませんっていうのはアジングとかメバリングの世界で効かないだけそれ以外の分野でほとんどナイロンだと思った方が間違いないですバスはまた別だけどね <laughs> もう明日さん確かにガイドが小さくなりましたねあまり細いライン使いたくないのに反強制に細いライン使用しないといけないんですねティップも細くなってヒヤヒヤヤさせられますまあぼつぼつそういう時代も <laughs> 終わりを告げてきたなあっていうのがあるね僕の感覚にはね、うん、まあ上を曲折ですよいい悪いじゃないよねその時代その時代に。 やっぱり一番いいと思われてた方法をプロも考えるしメーカーもそれを押していくしあと売れる売れないっていう部分もね非常に大きいのではい、えー。安子さんご返答ありがとうございますまさかガイドの小ささが理由とはって <laughs> そうよ <laughs> うん。松橋さん最近コーヒー銃のピーとロングリーダーでエギングしてますうんいいと思いますよ うん、僕はコーヒー銃の P 結局ほとんど使わないんだけどねもう明日さんリーダーはメインの半分ぐらいはいい勉強になりました今までメインと同等のポンド数にしてましたが,寝がかりした時大変ですよ全部ノット切れちゃうもん半分ぐらいにすると大体ねリグの側が切れ p P があって P があってリーダーがあって FG ノットしてるでしょでえっ、ー、と 7割強度ぐらいだとみんなねノットがそううまくできてるわけじゃないからノットから切れるんですでも PE が10ポンドだったら5ポンドのフローリーダーにするとここ切れないんだよね大体。どこが切れるかっつったらここの FG ノットよりも I に結んでると,ところの方があの強度が落ちてる大体。 FG ノットっていうのは摩擦ノットだからあの本来のリーダーダと,ところがこっちはフロロと金物が付いてるから、えー、そうだね <coughs> 例えば <coughs> 2号フロロだとして8ポンドねこのフロロは8ポンドの強さがあるんだけどアイとかスナップに結んだところで8ポンドがね実は6ポンドとか5ポンドになっちゃってるわけですよ。 ところが FG ノットの方はえ8ポンドぐらいで頑張ってくれてたらどこが切れるかしたらここが切れるここを切らせるためにはえ PE を10とする PE を10にしたらリーダーは5のリーダーを使うそうするとだいたいリグのところで切れますよことが多いですよっていうのがバランスなので、うん、それを覚えておいてもらったいですね、えー、YI さん私は沖縄出身なので、えー、PE を使ってのレンジコントロールが苦手な 方は是非2から5ムのススリムスプーンを使ってみてみしいです沖縄の人はねやっぱりリーフの釣り、ね、サンゴ礁の釣りが多いので長くか,かり激しいんだけどあのスプーンがね沖縄の海はねなかなか使いやすいんですよ。で光り物が好きなお魚さんが多いので,、うん、でスプーンはね僕はもう渓流の出身なんで最初はスプーンしか使ってなかったんだ海でもね。わやいさんで スプーン使ってメバルやカサゴを釣ってたんだけどやっぱりいろんなリグねワームだプラグだ出てきたらねやっぱりスプーンだんだん使えなくなるんですよ。これやっぱりメバルとかアジの瀬戸特に瀬戸内だとかね西日本のアジングメバリングでいうとねスププーーンがワームとかプラグにに勝てててる場面っっいいうのはね極端に少なくなくくんです、うん、沖縄はあの僕もね石垣島だのヨロ論だのどこだのあちこち。 今までも言ってるし今からでも行くから圧倒的にスプーンが使いやすいと思うそこはもう否定はしませんだけどやっぱりね魚の活性が違うのと習性が違いすぎるんでねうんそこはちょっと一概に言えない部分はありますねうん、えー、っとそれよりもやっぱりジグヘッドにワームで PE を使って レンジコントロールができるように、えー、西日本の皆さんはねちょっと頑張った方がいいと思いますもう明日さん車のオーディオ壊れましたそういうことか <laughs> 車のオーディオが壊れて聞けなくなったって話ね放送をなるほどうん はい、えー、っとブラックともさんデュエルのアーマードは P なのかフロールと考えていいのか悩ます両方ですよ芯がフロールで外側が P ってことでしょね <laughs>、うんその分太くなるよね同じ0.5号でも例えば四つ編みの0.5号と比べた時にアーマードは倍ぐらい太いよねだから表示近むじゃないですか。 0.35とか0.45とか言わずにどうしてもそこ太さで比較されちゃうとまずいのでただデュエルのアーマードはあの系のタイプのラインとしては非常に僕はいいと思いますよなかなか上手に作られてるなぁと思いますけどねまああのすごい使ってるわけじゃないんで詳しいことは知らないんですけどうんあの使ってる人も多いしね あのそう強度もそんなに落ち,落ちてないみたいですしいいんじゃないかなと思います、うん、ああ山根さんお疲れ様ですいらっしゃいませ改めて <laughs> ちょうど今ね <laughs> 質問が切れたところなので次の話題に行きましょう今日ねツイッターで見ましたけどベイトロットに PE を巻く時ベイトロットじゃないベイトリール p を使ったベイトキャスティングするときに8本よりよりも4本よりの方がベイト向きだっていう話ねこれちょっと話題を移しましょうか地球さんアーマードは芯が P あ芯の方が P ね外側をコーティングしてるってことフロロロ系とか、うん、ポリフッカービニールデン地球さん PE をの外側をポリポリフッ化ビニールデンかなんかで包み込んだっていうかコーティングしてるのかなそこの詳しいこと知らないんだい地球さんアーマードは張りのある PE くらいかな基本 PE ですあ、そうなのえ、アーマード PE って俺シンキング PE だと思い込んでたけど違うのそういう話じゃないの 1>, 1回使ってからねそれ以外使ってないんで比重1かなるほど。ってことは地球産ピーって言ってもあ,のあれだよね高比重素材が塗ってあるか練り込んであるかあの網とに染み込ませてあるのか上からコーティングしたかどっちかだよねどっちなんだろうね。 はい、ちょっと細すぎて見えないかもわかんないんだけどここにえー、こっちが、えー、8番です8番じゃないですペケ8ですでこっちがペケ4ねラインの糸が違うのでわかると思います同じ1号です 難しいねあこの方がいいじゃないかこっち緑色がペケ8白っぽいのがペケ4ででなぜ4本寄りの方が、えー、ベート向きかというと硬さが全然違うんですよ。 やっぱりね今新品出してみてこうやってみても4本寄りの方が針金っぽいこういうこんな感じになるやつが引っ張ると針金みたいにピンって戻るですこっちはなんか少しフニャフニャしてるこのピンと針がある方が、えー、ベイトリールの特質に合ってる ってことだね、バック,クラッシュしても解きやすいとか張りがあるから直進性直進方向性が出るので飛距離も伸びやすいということです。そこ自体は、ね、あい全然嘘じゃとい,いないと思ってます。ただ飛距離に関してはね正直ね例えば 100g のものをロングロットでドエンとした時には、えー、ペケ4とペケ8のね差が 結構如実になっていくんですけど僕らみたいなライトゲーマーで3 0ルぐらいの距離しか出さない人間にはねそこ関係ないですからねだからペケ4が飛距離が出るから飛距離が出るからっつってペケ4を使うのはライトゲーマーの場合はそれあんまり意味がない。で僕はもう正直言ってその理由は糸鳴りの音がペケ4の音があのペケすの えー、欠点でそのギーコギーコいう音がちょっと大きいさからっつったら、まあ、キー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 いいわけね巻く時にその音が嫌いなだけ僕は。でバックラッシュしてほどくのも僕はもうバックラッシュほどくのをそんなにいとわないんでね、うん、だからそれよりもあのちょっとしなやかで向いてないと言われてても僕はこっちをほとんどベートで使ってます。 で全然その「ペキ4の方がベートにいいよ」って言うからあそこは絶対の世界じゃないのでもう全く。うん、僕みたいにもうペキ8しか使わない人間もおるいるってことを頭に入れて皆さんが自分が使ってみてどっちが好みかっていうことをあの固定観念に振り回されずにね判断されたらいいと思うんです。その判断材料として <laughs> おレオのおっさんみたいにペケハチしか使わない人もいるんだっていうふうに、あのー、利用してもらえりゃいいかなと僕の経験を。<laughs> うん、どっっちもそれぞれぞの利点がありますよってことです、ね、はやい <laughs> ワイエイさんなるほど確かに植生や地形等で有効なの大きく変わってきますね。うん いやーだけどねあの沖縄で釣りすると本当スプーンのすごさを改めて知るよねで間違いなく沖縄行ってねスプーンの釣りを経験したら本土でもねあちこちで使いたくなるなんかスプーンの需要増えてんだよ実は。沖縄発信でカエルスプーンだとかねあの時信さんなんかもすげえスプーンで釣るし、あのー、俺のもう今や友人と呼ばせてもらってもいいけどオガケンなんかも石垣島 とかね、行った時にはえー、と、何だったっけなトレモロかトレモロスプーンかつららのねスプーンばっか使ってるもん、うん、だからあ,ーあの、星まだら、えー、何だったっけハゼ星まだらハゼとかあっここ辺もほとんどスプーンで釣ってる僕も人生初の星まだらはスプーンで釣りました。 えー、つららのトレモロスプーンでめっちゃ使いやすかったなマングローブ林の中で全然掛かりしないんんだもん僕持っていったまさかあんなところで釣らされると思ってなかったから星マダラが釣れそうな例えばミニマルとかね普通にトレブルフックついてたからねもう沈んでるあの枯葉の葉っぱが全部フック絡んで全く釣りにならなかったのに、えー、おがけんが貸してくれたねスプーンに助けられてねいろいろ釣りましたよ。 えー、ファンキービート野郎お疲れ様ですアーマードはコーヒー銃っていうには軽いですね <laughs> うんまあそりゃそうでしょうね塗ってあるだけでなんかすごいコーヒー銃にしてあるわけじゃなさそうなのでそうかもしれない山根邦弘さん4本よりは単線が太いので、えー、張りがあって滑らないですからねギーギー言いますね その代わり張りがあって使いやすいよねパキーンとして。地球さんそうですコーティングが何種類かあります。水なじみは良いですが物ひらほどではないです。うーんなかなか難しいところです。えー、ファンキーベッドヤローさんレオンさん今日はまさかアルファで配信ですか。なんで来ないんだ。指紋が見えるやつよ。ほら。 これ、レンズから今7センチぐらい <laughs> レンズから今5チ四4ンチ,4センチうんパッ <laughs> すごいね <laughs> ですよやっぱり色も綺麗だし、ね、絵が綺麗だこのうちのごちゃごちゃっとした背景がそれなりになんかこう道具部屋っぽくて。<laughs> よく見える。これ iPhone で撮ったらただただの小汚いごちゃごちゃ部屋なんだけどね少しよく見えるから不思議だよね本当に、えー「ブラックトモさんよくわからずアーマード使い続けています普通の PE に変えたらやはりジグヘッドの映像変わりそうですね若干だと思うよだか変わってもいいじゃん慣れなんだって」。 な慣れが何でもどっちから言っても同じなんですよ。PE しか使ったことない人がフロロにとかポリエステルに行った時に慣れてないからうわ難しいってなるのでしょ物事ってそうでしょはやっぱ PE に戻ろうってなるわけよ。違う違う。フロロポリエステルナイロン PEPE PE の中の何種類あるんだから全部使えるようにな,らな,いなった方がいいでしょ <laughs> で。 いやアジはやっぱり P じゃ釣れないんだじゃなくて P でアジを釣る方法を知らないだけだからだから覚えましょうねっていう話になんわけ今日はね。れ、うん、れます慣れますす変えたらジグエットねそう今までのやり方じゃ変わりますよっていうことだからなれればどれでも OK になっちゃう。 山根邦弘さん、下手な私は4本編み1択です。いいんじゃないですか全然。僕はいいと思いますよ。僕は音が無理なんで使いませんけど、音が気にならない人は全然いいと思います。地球さん、ブラック友さん、気にするとか違わないです。違わないよね、多分ね。使い続けて特性になれれば同じです。あ地球さんも同じこと言う。特性になれればどれでも OK だ。 三又さんもペケ八ばっかりね。多分音の問題かな。y i さん、四本と八本では使い込んでいった時のつぶれ具合が大きく変わるので、八本編みばっかり使ってます。ああ、僕もほぼほぼ同じ理由ですね。うん。もう明日さん、ペケ八、ペケ十二はしなやかですね。うん、しなやかですね。いいか悪いか、別として、しなやかです。 えー、陽太さんある地域でアイナミを 20g ぐらいのスプーンでってところもありますうんアイナミも光るもの結構好きだからねブルーバックさん今日は画質めっちゃ綺麗かっこいい、うん、今日はあのあれなんですソニーの一眼買ったばかりのソニー一眼で。 こんなカメラですピョン <laughs> iPhone とはやっぱり随分、ね、イメージが違うので綺麗に見てもらえてますやっぱりクッソが強いと思ったらメイヤーの出方めっちゃいいですねめっちゃいいよね <laughs> 嬉しいよア <laughs> ンキさんワイヤーさん今後も沖縄の釣りを楽しまれてくださいちなみに沖縄ミドルゲームは畑笛吹き平地とめちゃくちゃ楽しいそうなのよ沖縄ねミドルゲームライトゲームだとねちょっとラインが持たないからやっぱりちょっとライン太くしてかつライトゲームならではの楽しみを味わおうとするとミドルゲームっていうのがドンピシャなんだよね実はね。 もう分かりますだから沖縄行ったからといって GT 釣り用のタックルヘビータックルばっかりはを持っていかずにほとんど強めのメバルタックルとかバスロッドぐらいでやっちゃうんですそれが僕の中の沖縄南西諸島パラオぐらいまで含めての釣りですねいろんなものが釣れてすごく楽しいああすけお疲れさんです、えー、久しい西岡さん PE の寿命って えー、どう判断されてますか。丈夫なだけに解読け難しい。えー、っとねこれはね、P のゼロ五だったらこれぐらいで切れるよねっていう感覚を自分の身につければ簡単です。五年前の P 大丈夫か。あ切れんわ大丈夫わって。<laughs> これ一五ぐらいになるとあのあ無理になってくるけどゼロ三ゼロ五ぐらいだったらその自分で切れる感覚がわかるから P でもね。うん。 で弱ってんなと思ったらあとささくれだねささくれずーっとこう出してささくれてるとこだけをもうカットしていってで長さが足りなくなったら全体を巻き,巻き直すとささくれはもう確実に、えー、強度が拡大の落ちるし使ってればささくれてくるのではいもう明日さん固定観念恐ろしいですね新しいものを取り入れて自分のスタイル好み見合わせるの一番一番です TT さんアジングで周りの皆さんがエステルラインプラスジグタンのショートレンジで釣ってる中 P0.65 リーダー1.25プラス3ムメタルジグを使ってサイズの大きいアジが自分だけ釣れ続けたことを思い出しましたあるよあるんだってだから固定観念はだからそのエステルラインにジグタンが悪いんじゃないです。エステルラインンにジグタンの釣りを すればいいし、えー、PE で遠距離打ってでっかいヤツ釣ればいい。その時の状態状態に合わせれる人の方が楽しめるよねって話です。こうどっちだろうがこうなってる人は、あの何だろうな場面場面においてはやっぱ取り損なうことがいっぱいあるよってことだよね。うん。 山根邦博さん、ラインの違いやレンジコントロールを勉強するなら貫通ですよ。そうね、貫通はそういう意味じゃね。え、非常にシビアな世界で勉強になりますね。うん、絶対に魚いるレンジで反応変わります。間違いないです。ナイロンフロールピーエステルで同じルアー結んで釣り比べるとか面白いです。そうなんです。だから僕、ちょこちょこ言うんです。山根さん、あの。 釣りなんて閉鎖水域で釣れるのが当たり前で一杯魚が入れてあるとこで釣って何になるのかってかつて僕が通ってたプロショップでねそんなこと言われたことあるんですよ。もうねねババカバカしってありますい、ね、ものすごくそのねあの実験できるよね自分の中でいろんなことがこうなのかあんなのかもうライン変えてもそうだしルアーのタイプいろいろ変えても。 エリアでそこをねしっかり見ていくと絶対に魚がいるからこそやれることってあるじゃない。いるかいないなのか一生懸命やって結論出ないよねやってたことが正しいのか正しくないのか魚いなかったら結論出ないんだけどエリアって絶対にいるわけじゃない。フライのだ,、ね、だからその中でいろんな勉強するにはもう、えー、山根さんが言われる通りね カンツリっていうのはねものすごい素晴らしい勉強の場なんであの行ったことのない人は本当あのやってみてぜひ素晴らしく勉強になりますいい練習できます、えー、BSD 東京さんよさみさんのウルトラサーフ0.5が廃盤になっていたとはすごく気に入ったラインでしたそれに近いのあるんですかね、えー、っとウルトラサーフがねどれになったかがねちょっとわかんないんだけど あのさっき見せたやつが多分ウルトラサーフの後継機だと思うこれ色が変わってるけど多分この辺りじゃないかなと僕思ってるんだよねウルトラサーフが今姿変えてこういう形になってる同す。 まく糸自体は色が違いだけど同じ可能性もあります、うん、なかなかウルトラサーフにねパッと見該当のする糸がホームページ見てもねなかなかわかりにくい仕組みになってるんで僕はそう想像します。えー、と松橋さん先日の質問箱で根掛か,かりで切れたピーを4 5メーター切 リグル話はなるほどでした。あ、これはね、僕四つ編みの工場のあの技術者から直接聞いたんですよ。あのはもうかなり年配の方で、ひょっとしたらもう定年退職なさってるお年かもわからないぐらいの年配の方でした。博士みたいお茶の水博士みたいな方だったし、ちょっと上はもうあの綺麗なおつぼになってて、ここにボヨボヨボヨと毛があって、ひげもなんか無表情ひげぐさぐさっと。 うわー学者っぽっって感じでその人とお会いした時に物に聞かされてうーんバチーンと切れた P6m 顕微鏡で見るんだって。バチーンって根がかり切った糸をそのまんまラボに持って行って、えー、リグのところから切れてんだけど。 リグのところだったりノットからまあどこでもい,いや切れてその切れたところから電子顕微鏡レベル電子顕微鏡までいらないか普通の顕微鏡で見えるんだけど8本なら8本あるよねこうで切れてない時はギュッてなってるよねでバチーンと切れる時にこの8本が一瞬にして切れたら大丈夫なんですところがそう簡単にいかないものごとこれ切る時に 先に、本切れて、ぶつぶつっと。で2本2本切れたらこう4本残るじゃないここあとこの4本が最後にパーン切れた時にこの最後の4本親指小指ねぶチ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 ってこ,のここに一番くるんだよこれがパーンいった時にこの2本だけの編んであるこの2本だけがボニュッと緩むんだって。 こう、顕微鏡をずーっと見ていくと、六メーターぐらい上まで緩む、緩んでるんだって。で、それを、ある程度僕ら知ってたから、こうしごいて、下ろしてね。ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅしごいて下ろして。まっすぐにしといて、カットは一、二メーターってカットしてたんだけど。その博士の話聞いたらね、もうしごいて下ろすのも嫌になった。しごいて下ろしたって、元に戻りませんよ。ある程度しかって言われて。 だからラインの強度をちゃんと計算して釣りをしてるような人たちはそのラインの強度が頭にあって勝負したりするわけだからプツンと切れちゃうねそのラインの強度で勝負してるからそんな人はそんなケチっちゃだめって,って、うん、で X ブレードね四つ編みが世界で一番最初にやったわけだけどこの X っていうのは。 糸のあちこちを X 上にこうくくってあって、その跳ね上がりがないようにしてやるわけですね。で、えー、リアルデシテックスなんかはこの X の前にダブルが付いてる。ダブル XA と。X がダブルでやってるわけよ。こう。うん。まあだから僕はほとんど四つ網さんしか使わない。世界最高のラインだと思ってですね。 山根さん、エステルジグタンはサイズを縫うんじゃなくて楽しいんですよ私はそうでしょうエス僕もエステルは何度も使ってるからかるんですよやっぱり使用に馴染んで差し込みやややすすいい。のと当たりりがやっぱり出やすいでかなり 20m とか深いところを入れてもねあのエステル特有の、ね、カツンというあたりが出やすいのはあれはもう間違いなく楽しさにつながるんで。 あらもう問題そこはね別問題ですそういうことを言ってるわけじゃないですよ多分さっきの方もそういうことを言ってるわけじゃないです。うん、エステルの,たのサイズなんかどうでもよくて足元の味をエステルで楽しんでる方もいるし、うん、いやーでっかいの釣ったいんでピーで遠く投げて釣る人もいるしその両方をやる人もいるしでいいんじゃないですかね。で、うん、でも片っぽを知知ららないことがあるから困るか困んですよ知ってて やるのはどっちも OK だと思うんです山根さんでも知らなくて片方だけが正義だっていう方も実際ねたくさんいるんですよ釣りの中にはそこが困るだけです春安さんご返事ありがとうございました確かにナイロンラインは様々な釣りで使用してましたメバリングでの勝手な固定観念でして少し不安でしたが自信持ってナイロンでプラッときます OK グッッッッ <laughs> しつこいよって <laughs> もう明日さん仕事で小腹よく行くので仕事の合間はカンツルで練習してますいい経験になれます最高です本当に最高山マネクンニヒさん PE は四つ編みか三ラインですまあこの2社はぶっちぎりだよね図抜けて世界中ですごい2大 PE メーカーだと僕も思います はい、ということでね昨日が水曜日で本来一朝一夕の日だったんだけどもうななこの2年間ね何度も何度も企画しては実現しなかった、えー、赤塚健一さん健,健さんとのライブがねようやく水曜日に果たせるっていう段取りになったので一朝一夕じゃなくて急遽レオン健のライブを昨日やったんです。 ところが今日昼間にねちょっと仕事の合間コーヒータイムとってツイッターこう見てたら PE の件がバーって言ったから「あこれはやっとかなあかんな」と「うん、やっとかなあかんな」っていうのが一つと α7C でライブをどうしてもやらなかったん <laughs> で夕方一生懸命練習して。 ああこれなら見てもらえるぞっていうところまで来たからよっしゃやろうっつって急遽一丁一ぜという流れになりましたはいえー、なのでね今日いらした皆さんうんめっちゃ綺麗というふうに言っていただいてありがとうございますあマイクもマイクもこれでなんかいけそうですねでこれいいよあの夜の堤防の自撮り のいい練習にななっったかなと思ってこれであの玉がでっかい照明で、ね、あのカンデラも軌道もこれの5倍や10倍ぐらいは出るか、ね、ものがあるので全然大丈夫なんやかな。じゃあ最後にお別れする前に1個だけ確認しとこう。どこった これが僕が動画撮影で使ってるライトですよもう全然明るさ違うんでかねほら明るすぎるぐらい <laughs> これが距離が1メーター20だからこれをライトを2メーター3メーターぐらい離して照らすとあのカメラがもうレンズが明るいのでそもそも バッチリ取れるね。うん。かなり離したよ。2メートル50ぐらい離しても全然大丈夫でしょう。すげえすげえ。あ、これで夜の自撮りが楽になりますということで、えー、今週中から一週。 ぐらいはちょっとあの J ボーイとナッツ塾でメバルツリーって動画撮ろうかなと思ってるのでもし撮れたらね皆さんにもまた楽しんでいただこうと思います。昨夜メルタナんでアーカビブーを見ます。えーとね松田さんアーカブュ上がるのはね土曜日ごめんなさいねえーとルアニュース R の中のライトゲームマニアで土曜日に。えー 見れるようになりますのでちょっと待っててくださいね <laughs> 山田くんさん楽しいが一番私はヤマラッピ監修のサンラインです ULT いいですよ <laughs> 了解 l d は光が直進するのできついあ、フィルターつけてないからね、うん、ランプにもあのもやってフィルターもつけれるのではいということでね 今日もお開きの時間となりました皆さん大勢ありがとうございます、えー、今日もねなんと二百四十三人もね突然の呼びかけにもかかわらずあ皆さん見てくださって、えー、ありがとうございます、えー、またねいろいろ勉強しながら僕自身も皆さんにいろんなことをお伝えしていければなと思ってますので今後ともよろしくです LED が眩しすぎて嫌だ。 <laughs> 消します <laughs> はいどうも皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたよしということで次日曜日やるかやらないかメバリングに行ってたらやるかもしれないですねあメバリングに行ったらやらないかもでも日曜日基本行かないんで あ日曜日中に行って月曜日の夜釣るってこともあるなあっ EX さんスパチャありがとうございます助かりますナイスパカンツリイベントあ山根さんだったかカンツリイベントうぬんって質問ばっかで言われたのは山根さんお手伝いしてくださいねこれ必ずやりましょうねえ山根さんあのー、山根さんに J ボーイと夏塾でね あのトラウトが効率よく釣れる方法でぜひ山根さんに使ってもらって見つけてほしいこういう場面では強いよっていうのをねスプーンとはやっぱりちょっと違うとこあるよとか缶釣り用のクランクと J ボーイはこういうとこは違うから J ボーイこういう場面ならよく釣れるねっていうのもねちょっと逆に教えてほしいですね。山根さんよよろしししくお願いいいいまままますすちゃ別の方の方見ましたそっか <laughs> <laughs> まあいいや 教えてよ <laughs> はいじゃあ皆さんお疲れ様でしたおやすみなさいまた、えー、日曜日から一週水曜日にお会いしましょうじゃあまたねお疲れさまーお !U26 さんナイスパスパちゃんありがとうございますはいおやすみなさい